こんにちは、MC マリアです、こちらはですね、北海道は石狩市にあります競輪場外車検場サテライト石狩です。皆さん見てください。これぞ北海道という広い敷地にありまして、駐車場もこんなに広くて、なんと無料なんです。サテライト石狩はですね、2004年場外車検場としてオープンしまして、そして現在北海道競馬の場外馬券場である愛馬石狩も併設し、競輪ファン、競馬ファンにも楽しむことができるんですね。そして皆さんご覧ください。一番の特徴は迫力ある200インチの大型スクリーンと数多くの座席をご用意していますので、ゆったりと楽しむことができるんですね。また大事なのがここです。入り口にですね、売店がありまして、ここで専門誌も販売しておりますね。いつも笑顔の素敵な女性がお待ちしています。今2階に上がってきました。2階にはですね、特別観覧席と、そしてロイヤルルームがあります。特別観覧席はですね、このようにひな壇になってるんです。そしてそのひな壇からですね、皆さん正面にその1階の200インチの大画面が見れるんですね。こちらがロイヤルルームです。こんにちは。あ、こんにちは。もう今ちょうど第5レースですかね。今日の調子はいかがですか。まあまあですね。まあまあ、いつも競輪を楽しんでらっしゃるんですか。そうですね、時間があるときは来てますね、はい、ここ、はいはい、特にここね、ロイヤルボックスって言うんですか、はい、ロイヤルルーム、ロイヤルルーム、はい、すごいいいんですよ、はい、まあ、フリードリンクだし、そうですね、今こちらに、飲んでるのは緑茶でございますけれども、で、まあ、新聞もね、はい、もらえるし、そうですね、金額にしてみればね、あ、これ元取れるっておかしいんですけどね、はい、全然 OK だなと思うんですよ。なるほど、はいはい、結構ここ来てます。競輪を楽しむきっかけになったっていうのは何でしたか。あ、本当はですね、はい、競馬はもともと好きで、で、まあ、関東競馬なんかもね、はい、よくやってたんで、はい、でここができたっていうんで、最初は競馬を目的で来たんですよ。あ、はい、競馬の合間に、まあ、競輪をやってるわけですよね。で見せたらね、はい、あ、面白そうだな競輪もと思って、あ、はい、きっちりこう9人が走るじゃないですか、はい、とても分かりやすいんですよ。でラインがあって、ラインね、それがなんとなく、まあ、ちょっとラインっていうのがつかめてくると、はい、すごい分かりやすくてね、うん、買いやすい。なるほど。あ、競馬よりいいなと思いました。あ、そうです。競輪にもハマったと。はい、で今両方楽しんでらっしゃるということですね。そうですね。はい。いや、それは嬉しいですね。これはもうサテライト石狩ならではの楽しみ方だと思います。そうですね、ここのと1日いっぱい、はい、休日だったら、はい、朝から晩までナイターがある時にですね、そうですね、遊びますから、いいです、はい、ゆったりしてますから、はい、はい、ぜひまた今日も最終レースまで楽しんでください。あ、そうですね、はい、次は当たると思います。あ、もう第6レースですよ。これ OK です。はい、どうもすいません、はい、ありがとうございました。サテライト石狩は地下鉄南北線麻生駅から送迎バスが出ていますので、札幌方面からでもお気軽に来場できますよ。そしてボリューム満点のメニューで人気のあるレストラン、こちらが勝ちどころです。競輪競馬に勝つに重要なカツ丼やカツカレーが特におすすめなんですよ。それではおすすめの勝ちどころのカツカレーをいただきます。うん、ボリュームあってうまい。もちろん親子でご来場いただけるようにキッズコーナーもありますので、お子さんも安心して遊ぶことができます。それでは皆さん、サテライト石狩にぜひ遊びにいらしてください。ご来場お待ちしています。